どうも、くのまるです。きたろです。じゃあ今日は INI のファンコンツアーの最速選考の当落発表があったのでそちらの話をしていきます。まあ、いにちゃんのね、ファンコンツアー、フリップザサークルのね、まあ、ファンクラブのね、最速選考の当落日がね、本日、7月25日あったわけだけど、我々、無事当選しましたいやー、すごい、なんかさ、すごい倍率っぽくない？あの雰囲気。いや、そうなん、そうなん。もしね、聞いてくださってる方で、気分がモヤモヤされる方がいたら本当に申し訳ないんですけど、ねえ、なんか本当やっぱさ、そもそもがさ、ホールツアーっていうかその、まあ、ピアリーナはあるけども、ほぼホールのツアーだからさ、もう倍率がやばいってもうその発表時からさ、もうざわざわしてたじゃん、ミニちゃんたちは。当たるかなーみたいな、嬉しいけど、当たるかなーみたいな感じだったけど、そう、やっぱり当落のなんか感じとか見ててもやっぱりその、ね、落選みたいな方も多くて、まあ、ちょっと複雑ではあるけど、ねえ、なんか、そう、ねえ、なんかちょっと私も当たると思ってなくて、やばそうだから、そもそも。うん、ねえ。ねえ。でも楽しみだね、とりあえず。いや、そうそう、いやもう、当たったからにはね、もうほんと楽しみなんだけど。ちなみに、僕とね、こなまるはね、それぞれ会場が違うんだけど、僕、キータローは、神奈川のピアアリーナ MM の初日に、まあ、行けることになったんだよね。そう。キータさん、初日大好きだもんね。そうな。ちょっとキモいな。うん、キモい言うな。いや、そう、なんか、なんかさ、その、重度のさ、ネタバレ嫌い男だから、その、そうだね。そう、何もない状態で見たいっていうか、その、衣装もね、やっぱ、ね、流れてくるしね、その、全体写真撮ったりしてね。そうそうそう。そうだし、その、レポとかもさ、その、なんていうの、もう、この SNS 時代に、なんか、もう見ちゃうじゃん。てかさ、その、見ないようにしてても、無意識にさ、開いちゃうから、なんか流れてきちゃう、うん、おすすめとかあるから、もう X さんって今。うん。そう。うん、っていうのもあって、なんかその、もうどうしても初日当たれって思ったら、無事初日だったから、ちょっとありがたく、って感じなんだけど。うん。うんうん。すごいよね、初日。え、ピアアリーナってさ、私さ、行ったことないんで、どういうあれな？アリーナだから1万人ぐらい収容のやつ、ね、うん。そうだね、1万人ぐらい。でもなんかすごい大きいっていうか、割となんか、感覚だけど、こじんまりとしてるような、アリーナって感じ。あの、Kアリはさ、結構さ、アリーナはそんなに大きくなくて、うん、縦に長いみたいな感じじゃん。うん。なんか、あれに近い感じ？いや、でもね、ピアアリーナは、アリーナは結構、Kアリよりも全然広くって、で、高さもKアリほどないから、うん、収容人数は半分ぐらいじゃないかな、Kアリの。あ、そっか、Kアリって2万人とかだもんね。2万人以上だったから、うん。ピアアリーナは1万ちょっとだったかな。ちょっと今、調べてないからあれだけど、うん。いいね。なんか、まあ、ちょっとあれだよね。いい会場っぽいけど、場所がっていうあれなんだよね、多分ね。その、都内の人からしたら。ああ、まあまあまあ。横浜、ね、横浜。うん。うんうん。そうそうそう。でも、まあ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 、でも、全然。まずは当たって。よかった、まずは安心って感じかな。で、私が、あの、宮沢さんとね、行くやつで、やっぱほら、いろいろ、こうね、家族問題あるから、子供問題あるから、やっぱね、いろいろあって、長野で、ホールで申し込んで、いや、だから、長野やっぱむずいやろ、みたいなさ、あったじゃん、なんとなく。うん。なんて言ったって、きょうちゃんの地元だから。いや、そうなん。でね、そうそうそう、富山からね、行くんだけど、そのね、うん、いろいろ、預けていくみたいな、感じ行くんだけど。なるほどね。そう。いやー、なんか、楽しみだね。うん、なんか、すごいね、結構、収容人数、結構少ない方だったよね。ホールの中でも。そうだね。だって、1900人とかでしょ？うん、うん。席、座席が。そ う, そ う, そ う, そう。いや、すごいよ。うん、2000人切ってんだから。いや、そうだね。うん。いやー、結構だから、その、きょうちゃんってやっぱすごいファン多いイメージあるし、うん、みんな多いんだけどね。うん、なんか、熱いファンが、きょうちゃんのさ、その長野凱旋をさ、やっぱ祝いに来るだろう、みたいなさ、あれで。そう、なんか当たらなさそうな雰囲気すごかったじゃん。しかも、東京からもアクセスいいし、やっぱり。そもそも、ね。そう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 。うん。長野は地方で一番倍率高いと思っとった、俺。やっぱり？うん。そうだよね。いや、ほんと、うん。なんかそういう分析してるファンの方もいて、そう、俺もそう思っとった。うん。うん、そうだよね。一番アクセスいいし、その、そういう意味も、なんか、きょうちゃんの地元っていうさ、大切なところでもあるから、うん、そう。だから、むずそうと思いながらさ、ね、宮田さんと相談して行ったんだけど、うん、いやいや、マジで当たった。あ、そう、宮田さんと行くんですね、私。そう、そうそうそう。あの、まさみにのね、うん、うん、宮田さんと。まさみにの、マジ、小踊りするぐらい嬉しかったよね。いや、そう。いや、俺ほんと自分のことのように嬉しいもん、二人当選して。
そうだよね。やったーみたいな。うん、そう。ほら、ね、粉丸はほんとブレイクザコード以来だから、絶対見て、今の兄ちゃん見てほしいみたいな、だから。誰って感じだけど。そう。いや好きだよ、もう好きだよ。うん、そうそうそう。うん。いや、だからほんと嬉しい。よかったね。いや、そう。で、私最近さ、なんか、その、トレカ今まで全く興味なかったけど、なんか、その、じゃらじゃらさせたら楽しいんじゃないかって思い始めて、いよいよ。うん。そう。だから、ね、その、西くんがね、その、やいないだったら、うん、その推しだから、その、西くんのなんかをじゃらじゃらさせたいと思って、グッズ頑張って買おうと思ったから、楽しみな、うん。そうだね。だから多分今回もいつもの感じだったら事前販売があるから、そうだね。うん、そこで西くんのグッズ買ってもろって、じゃらじゃら。あれだよね。エンティームのツアーバックなの透明のね、いろいろ見せたい収納。静かにして。確かに。ナガノってエンティームのバッグ持っとったら粉割れじゃんってなるよね。そう。静かにして。ごめんごめんごめん。まあ、でもほらあれ、クリアのね、透明だからさ、いろいろね、オタクグッズ見せられるバッグみたいな感じ可愛いもんね。そう。そう、あの、わからんから、まあ、エンティーム。ああ、そうだね。黒でね、そうそう、結構シンプルだもんね。でも言わんで。言わんで。バレる人おるから。ルネット兼任の人もおっかないミニで。いや、そう、それにジャラジャラして行きたくて、そう、だから、うん、なんか、楽しみ。え、でもさ、その、ごめんね、あんまりさ、今、調べず言うけど、INIってそのさ、トレカの入れるケースみたいなのも売っとる。うん。トレカの入れるケース、そうだね、前回のツアーとか前々回もあったかな。うん、あるある、俺も持っとる。あの、トレカを入れて、それをキーホルダーにできるみたいなやつはあるよ。あー、そう、それ欲しいんよね。それとか、あとなんか、缶バッチとか欲しいん、めっちゃ。缶バッチはね、ちょっと、ランダムになります。もうさ、エンティームの9人ガンダム、もうすっごい多くて、いろんな種類ですっごい多くて、そうだよね。9人のランダムマジむずいわと思っとったんだけど、あの11人のランダム地獄絶望好きなんだけど、推し地引きできるかっていう気持ち、ね、いや、そうだね。でいくとちょっとなかなかむずいなって思う。ほんとに。わかる。しかもさ、あの僕聞いたのは、その結構トレードとか大好きなんよ。会場でトレードとかすごい従うタイプだけど、うん、こんなまでってあんまトレードしないじゃん。だからその、うん、地引きにかかってるみたいなとこあるもんね。そうなん。他者との関わりなるべく控えたいタイプだから。控えその、もし声でバレたとしても、全然あの、うん、すごい、うん、全然私、そういう意味ではウェルカムだから大丈夫なんだけど、そうだね、うん、なんか、あの、そうそう、自分からはあんまりちょっとみたいな。なんか、むずくて。皆さんの交流すごいわ。キータさん来てくれんけ、長野に。いや、そうだから、いや、そう、実はね、僕は長野も申し込んだんだけど、もう外れて、だけど、うん、この丸と宮田さんが長野に食ってからもう当たり前でも行きたいみたいな、長野に。そう。わーわーやって、会場を見送って、行ってらっしゃいって言って、待ってる。みたいな。誰バイバーイみたいな。バイバイみたいな。そう。いや、だってもう、ホールだからさ、もう次の選考でもね、トライできたらしたいなと思うけど、でもその、うんうん、次の選考は、やっぱその、最速で当たらなかった人優先でやっぱ当ててほしいからさ。ね。だからなんか。いや、でも、一緒に行きたいなって気持ちもめっちゃあるじゃん。そうだね。ね、うん、いや、来てほしいじゃん。なんか3人でね、うん、行けたらおもろいよね、普通にね。そうだね。いや、楽しみだな。ほら、さっきも言ったけどさ、私さ、その、ほんと久々だから、ANI が。うんうんうん、まあでも、まあそう言うて8月サマソイで見れるけど。ああ、そうだね、まあ、そうだね、うん。そうそう、その、いわゆる単コン的なやつ、ね、うん、ファンコンツアーのやつで行くのはもうほんと久々だからさ、そう。で、キータさんがさ、もうぜひ見てほしいみたいにちょっとから、そんなになんかさ、うん、ぜひ見てって言われなんのもすごいなんか、ね、期待高まるっていうかさ、やっぱ。いやいやいや、まあまあまあ、そうだね。うん。うん。で、あとさ、ごめん、関係ないけどさ、あの、ファンコンだから、まあ、ホールの規模にしてくれたっていうのもあると思うんだけど、なんか、うん、私さ、以前さ、ホールツアー、エンティームのホールツアーも行ったことあるじゃん。うん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 、で、結構いい場所だったのもあってさ、その、ね、すっごいいい場所だったねか、結構。すっごい場所。聞いたけど、2カ所行ったけど、どっちもめっちゃいい場所だったよね。結構、上席に近い感じのね、ところで、しかもメンバー練り歩きだったんで。練り歩いて、目の前通るみたいな感じだったんで。だから、うん、それ体験しとるから、え、イニちゃん練り歩いてって思っとる。マジで、絶対触らんから。そう。羨ましい。それは触らんで。でも、羨ましい。羨ましいとか言ってあること全然なんで。ホール練り歩きやったらやばいぜ。
そう、うん。お願い、だからちょっと練り歩き考えてくださいませんかって。多分、ほら、これからねか。練り、そういうのを考え出すんだ。まあ、そうだね、そうだね。まあ、もしかしたらもう考えとるかもしれん、9月だから。うん。うん。だから、練り歩きちょっと、ね、お願いみたいな気持ちなの。そう、一回体験してしまったもんだから、味しめてしまって、やっぱり。味しめった、ちょっと、ティーム。いいな。だから、イニちゃん練り歩いてくれたらマジで、やばいと思って。いやー、でもさ、そのルネさんは大丈夫だった？そのさ、もう触っちゃった人がいて、警備員さんがうんとかなかった？あー、ないと思うけどね。今回のアリーナツアーも、もう練り歩きあるんで、プレミアムシート的なさ、うんね、その、うんうんうん、アリーナのね、エリア、練り歩きあるんだけど、すごい治安いいみたいな。あ、なんかうっすら照明で撮られてるやつも、そう、アイナイトたちが流れてくるからさ、そうそうそう。あやな今たまにマスターさんおっちゃそう。いやでも確かに YouTube の結構見たわ。治安いいみたいなのも見たし感想で。そう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 。うん、そんなことないみたいなルネさんもったけど。でも、喧嘩戦で。そうそうそう、うん。だからなんか練り歩きね、ちょっとね、そう、治安いいんだったら。でもミニちゃんって多分治安いいねか、絶対。確かに。うんうん。わかるわかるわかる。まあ、その一部はもしかしたらわからんけど、でもそうだね、うん。うん。割と全体的に治安いいイメージはある。でしょ？そうだよね、うん。だって治安いいままさ、ほら、ミリオン行こうとしとんねんか。確かに。ミリオン行かせたい、粉丸。頑張れって思っとる、うん。でも確かに、なんかそうだね。今なんかミニちゃんさ、すごいいい感じになんかその、楽しい感じだから、で盛り上がってる感じあるし、あげないと共に。そうだね。そうだよね。そうだよね。あのさ、桜坂とさ、一緒にやるってなった時最初、えみたいなさ、大丈夫みたいな、うん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 。もしかしたら1位じゃなくなるかもみたいなんでさ、焦ってさ、もうこれ、今回できないみたいな感じでさ、みんなでタワレコとか行ってさ、頑張って買ったけど、結果なんか楽しい感じの。そうそうそう。結果が良かったから、やっぱり楽しいあれで終わった感じで良かったよね。本当に。そう。ね、それでいて、会えない側からの、なんかミニへの広告とかさ、うん、なんかそういう、うん、もうウェブでもそうだし、新聞でもそうだし、みたいな。そういう新聞もあったんだ。新聞もあったんだ。そうそう、この間。そう。だからそういうのもあって、うん、なんか今すごい雰囲気もいい感じだから、確かに。最高やねんか。練り歩きお願い。オタク何もせんか。お願い。そう。ちゃんと、ロープ張ってくれれば大丈夫。ロープ張ると思う。うん、張ると思う。あ、張っとった INT も。もちろん張るよね。うん、そうだよね。張っとった。うん。いや、そうそうそう。まあまあでも練り歩きなくても、絶対面白いやつやってくれると思うけど。うん。ホールで見れんのマジ羨ましいから。いや、ホールではだって。やばい。今までなかったからね。やっぱ。なかった、なかったから。うん。うん。結構曲数も多いといいな。私、その、トークンとこも好きだけど、うん、やっぱね、曲見たいからさ、普通に。うん、うん。うん。ね、楽しみだな。うん、どんな感じなんやろ。いや、でも、普通のライブっぽい感じだよ、多分。その、ファン見じゃないから、うん、ファンコンだから、うん、そう、普通のコンサートだと思う。うん。ああ、なるほど。じゃあ、やっぱり、まずサマソニーの前に一回絶対コール覚えようと思っとるから。怖い。鬼教官。一回コール練習しようぜ。まだ。よかった。そう。だってこの間さ、なんかさ、まだ登落とかない時にイニちゃんの雑談しとって、イニちゃんってこの曲何ある、うん、みたいな、何曲あるとか言って、すごいなんか洗い出しさせられたからね。この曲と、この曲と。でも花は多分、サマソニーではやらんから、とかって言って。そう。そうだよね。じゃあ、花以外全部行けばいいみたいな気持ち。そう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 。だから、その、ラウドだけじゃなく、それまでに出たやつも全部ね、うん、予習せんやね。まあでも一回なんかちょっとやったよね。あの、ファンファレバンバンとかさ。うん、うん、うん。確かに確かに。あとはロケティアとか、そうだね。楽しみ。やっぱほら、難易度もさ、ね、高い。ね、あれで、コールで有名だからさ、私の中で。確かに確かに確かに。うん、全部英語だもんね。そうそうそう。あと一番むずいのはやっぱメンバーのやつだね。私まだ覚えきれてないわ、さすがに。メンバーのあれは。そう。順番言うやつね。そうそうそう。あいうえお順だけど、下の名前だし、みたいなさ、その難しいやつだからね。うん。だって、なんか、INI がそれだから、私 JO1 のチアリングガイドもね、サマソニーで行くから、そう、ちょっと見たんだけど、うん、JO1 ですら年齢順だったのね。その、うん、なんで INI 年齢順じゃない確かに。そう。なんか年齢順の方が、結構、なんていうの、年齢順って結構ケミっぽいの。だから、キムニシ、ファンタジー、うん、ウサギ組、みたいな、そのさ、結構ケミっぽく分かれとるから、覚えやすいよ、うんうん、年齢順の方が、イニちゃんも。うんうんうん。それね、あゆう順だから、あゆう順だから、そう。まだそこ覚えてないからね。それがちょっとね、うん、私、一番ちょっと頑張る。まあ、一回覚えたら大変、大丈夫だと思うけど、うんうん、それちょっと気になるから、頑張ろうかなって感じ。うん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 、そうだね。で、以上ね、今回は、
INI のファンコンツアーフリップザサークルのね、最速選考の、ね、当落発表があったので、そちらの話をしていったんだけど、まあ最初にもお話しさせていただいた通り、我々ね、どちらもちょっとありがたいことに当選させていただくことができて、まあ行ってくるんですけど、まあなんか、聞いてくださってる方もね、ここ当たりましたみたいなのとかあったらね、なんかコメント欄とかでもね、うん、聞いてみたいよね。そうだね。結構今回さ、ほんと INI が割とね、地方のところ行ってくれるみたいな、うんうん、多かったじゃん。やっぱ今までね、都市、ほんと大きい都市だけだったからさ、うん、なんか、ね、岡山とかさ、そうそうそう。ちょっと珍しい感じの場所行くじゃん。長野もそうなんだけど。そうだね。結構なんか、西日本が充実してる感じだったね。四国とかさ。うんうん。そうそうそう。うんうん、まあ別になんか行くか、行けるかどうかわからんけどさ、北陸もっと来てほしいと正直ちょっと思っとるんやけど、まあまあそもそもそんな、もう行っちゃもうダメと思って。もう私やめてみたいな。そう、ね。いや、わかるわかる。そうだね。まあまあこんな機会ないからね。その、うん、もう会えない、もうこれ、これもう今後なさそうじゃない？もう。いや、もうないと思う。なんかメンバーの気持ち的には本当全国回りたいって言っとるから、わからんけど、でも、なかなかホールってもう、うん、だってさ、これよりさらに人気に今後なるとしたら、もっと難しくなんでか、行けるのとかも。いやー、そうそうそうね。なんか確かにその全国回りたいみたいな、なんか、ほんと全部行きたいみたいなこと言ってくれてなかった。確か。うん、うん。いや、そうな。本当に気持ち的には多分その47都府県全部埋めていきたいみたいな感じでは言ってる。やっぱり。そうだ、うん、それ、チームエイトじゃんってずっと心で思った気がするんだ。そう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 。ダメだ、今回。前回の動画でも言った気がするよ。はい、見てる。そうそうそう。わかるわかる。でも本当そう。うん。だけど、ね、まあ、うん、直近ではその毎年ホールあるとも思えんから、だから結構、思え、貴重な機会だっちゃ、うん、マジ今回。うわぁ、そうだよね。吉木りささんも外れとったもんね。ね、そう。ヒロムペンの仲間としてさ、ちょっとそれポスト見て、ね、そう、勝手に仲間意識あるから。そう。だからさね、結構吉木りささんがさ、なんかその、やっぱオタ活されてて、いろんな現場、いろんな場所行ってさ、なんかヒロムくんのファンの方からトレカいただきましたとかさ、なんかグッズいただきましたみたいな、結構ポストされてて。うんうん、だから俺も吉木りささんに会ったら絶対グッズあげたいんで、あげたいってな、なんかその、なんかおすわけしてあげたいん。いつか。お渡ししたいんね。お渡ししたいん。そう、夢なん。誰知らん男がね。知らん男が。誰まあだからさ、あやねるファンコンツアーが楽しみだよね。そうだね。